お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。前回、早々打倒を完了して、次は総比ってところでしたねー。このシーンは、前回の最後の方で配信したところです。今回は、総比と戦うところからスタートして、あの有名な、厄介なお使いをしていきますよ。最後まで、ゆっくりしていってね。ということで、前回、観光が離脱して、観察が加入しましたねー。そして、準備のシーンになったので、終了してましたー。今回は、この後、うまいこと繋いで、進軍開始からのスタートになりますー。ということで、伊水に向かいましょ。兵士を一撃で倒せるようになったんだな。野戦があるとは、思ってなかったです。ま、楽勝かねえ。上から順番ですねー。ま、弓は鬱陶しいので、策略で削っておきましょ。あら、激面を食らってましたか。激面のせいで、結局角が最後になっちゃった。ようやく、打撃できますな。怒りの奮闘です。余裕でしたねー。戻るの面倒なので、野宿します。ということで、次世代の義軍って感じのメンバーかな？
3人も反則しようとしてるなぁ。優先して倒していきましょ。早速かい。ひとまず打撃の火種を抑えられたかな。鬱陶しい陣形来たなぁ。意外に計略が成功しちゃったー。さて、あとは打撃でやっつけますかねー。回復しなかったので、これで終了ですな。
早々に比べたら、楽な戦いですねー。はい、情報収集しましょ。お、五条原の戦いになるんかな。へえ。金戦績ですー。なるほど、点数ね、覚えておきましょ。なぬ、最強部隊ですか。ほんじゃ、行ってみますよ。どんなメンバーかな。どうした？あらま。芝居が裏切っちゃった。なんだ？あら、飛ばされちゃったよ。誰かいるので、聞いてみましょ。出た！鉱石鉱。5機の兵砲を使ってたんですねー。落雷なんて、もはや兵砲なのか？って感じですが。はい、出た。ということで、お茶をゲットしに行きましょ。一応、イベントの時間を測ってみますかねー。どのくらい面倒なのか。お茶は、結構遠くにあるんですよねー。ダンジョンの経由が多いですが、武将との戦闘でアイテムドロップを期待するのと、次の戦いまでのレベルアップをストレスなくできるので、真面目にお使いしましょ。兵士しか出ませんねはい、ダンジョンを越えていきます。これがなければ、もう少し楽なんですけどねー。ま、道は大体把握してるので、進みましょ。
ほんと、武将が出てきてくれませんな。はい、このダンジョンは楽でしたねー。ついに、武将が登場。ま、ドロップは、あまり期待できんけどねま、こんな具合なので、運の良さと、出会う数の多さが、重要ですな。はい、天水まで戻ってきました。ということで、お茶ゲット。では、折り返しですねー。サクッといけるやつは、倒しましょ。ドロップは、君たちじゃないのよ。有用しか出てきてないんだよな。はい、山越えはこれで終了だったはず。長いなぁ。
武将が出ないので、楽なんだけど、なんだかなーって感じがしてます。ということで、約8分で、お茶のお使い終了。え？おいおい。ということで次は、功労荘に水を取りに行きます。バカンですか。武将が増えてきましたね。なかなかドロップしてくれませんねー。10分経過。はい、ダンジョンがないので、早かったですねー。ということで、水ゲット。では、戻りましょ。はい、約12分でお茶とお水が終わりです。よかったですねー。なぬ、この人はアホなんだろうか。ま、持ってこいってことなので、茶器を取りに行きましょ。
回で全部注文してくれてれば往復しなくて済んだのにねはい、茶器ゲット。これで、全部揃ったはず。お、確証さん。ま、そう簡単に、レアドロップはせんわなということで、15分ほどで、3つのお使いが終了。はい、ようやく終了みたいです。なぬ、これを聞くためだけに、15分か。ま、先に進むためには、重要なので、しっかり覚えておきましょ。この孔明の下りは、気にしなくて OK ですねー。7人のうちに入ってれば OK だったはずということで、孔明が柵を使うみたいですねー。それでは、芝居戦に向かいましょ。上、上、下、下、左、右、上、下。はい、孔明の柵に移行しましたねー。あっさり柵にはまってくれましたな。ということで、芝居戦がスタートしましたが、お時間となりましたので、続きは次回です。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。